おはようございます。今日は3月の7日だったかと思います。 JR 西日本博多南線福岡県中川町、現在中川市の博多南駅に来ました。ここに何でいるのかと言いますと、まあここのネットカフェに泊まったからなんですけど、博多駅周辺にもネットカフェは大量にあるんですが、すごいね、高いんですよ。なんでそんな高いのかなと思うんですけど、まあだったらば、どうせなら博多駅からこの新幹線に乗って300円で来られるここの安いネットカフェに泊まった方が、かかる値段は変わらないけれど、安い値段で新幹線に乗ることができて楽しいかなと思いました。そして博多駅に向かい、博多からは鹿児島本線の普通列車に乗り換えです。天拝山というところまでしばらくの移動、朝の通勤ラッシュの時間帯のようですが、しかしあんまり混みませんね。天拝山からは西鉄電車の駅がすぐ近くにありますので、最長往復切符のルートを外れて乗り換えです。朝倉街道というところから太宰府天満宮を目指します。着きました。太宰府駅210円だったかな、確か。朝倉街道から福岡天神駅からでもそんなに確か値段も時間もかからなかったかと思います。後ろのこれが太宰府天満宮、相当立派な作りです。これはですね、もともと平安時代ですけれども、藤原氏と、権力争いをして、そして敗れた菅原道真が、九州の太宰府に左遷されることになりました。で、その後失意のままに死んでしまったんですが、ただ、それから死んでしまった後に、雷が落ちてですね、御所が燃えたりとか、いろいろと大変なことが起こりまして、これは菅原道真のたたりに違いない、なんとかしなければ、わらをもすがる思いで、菅原道真は死んだ後に神社を作って、ここに祭り上げたりとかですね、それからこの神社の名前は、天満宮という名前がついていますが、天満宮ってもともと皇族につけるような、すごい位の高い神社の名前らしいんですよね。それを、皇族ではない菅原道真を祀る神社の名前につけたりとかして、別格の待遇をとにかくしまくりまして、なんとかこれで許してください、桑原ということをしたんだそうです。同様の神社が京都にも北の天満宮ってのありますけどね、みんなの恐怖の象徴がこれほど立派な神社になっているというわけでございます。ちょうどこの時は梅の花なんかも咲いてましてね、右側の木はまだ咲いてなかったか、これからなのか知りませんけど、なかなかいい頃合いでしたよ。そしてもう一度太宰府駅に戻り、元来た道を逆戻り、西鉄電車に乗って朝倉街道、そしてそこから少し歩いて天拝山の駅へ進みます。ここからさらに最長往復切符のルートに従って鹿児島本線を南に進みます。ただそれは一駅で終わりです。そこから先は筑豊本線に乗り換え、到着しました春田駅です。この列車は確かすごい本数が1日に4本とかしかないんですよ。ここから先の区間、江戸時代とか昔のお侍さんたちが頑張って越えていた冷水峠というところを越えるこの列車は本数が非常に少ないので、早めに来ておくことにしたのでした。そして京泉というところに到着し、ここからは福岡県南部の筑豊地区と博多周辺を結ぶ主要路線笹栗線に乗って、もう一度博多方面に戻ります。途中長者原というところがありました。さっきも春田という駅がありました。九州では原と書いて春と読む地名が多いのです。博多駅の一駅お隣から、今度はその吉塚という駅から普通列車と特急列車ソニック号を乗り継いで、今度はもう一度筑豊地区に向かいます。さっきから筑豊地区に行ったり来たりと随分不思議な工程をたどっています。特急列車の特急料金は500円、そして100円でカット野菜を買いました。食費は節約したかったんですが、オリオには大変有名な名物があります。柏飯というやつですが、九州地方の、特にこの辺りの名物、オリオ駅はさらに人まで名物でして、この弁当立ち売りのこの方がですね、いつも売ってくださいます。そしてそこから先筑豊本線に乗って、またもう一度筑豊地区へやってきました。新飯塚から田川ご当地というところにかけて結んでいる、昔石炭を運ぶために使われていた路線、ご当地線、このご当地線の船尾駅の途中のところにはこのように相当立派な石灰工場があります。筑豊はもともと石炭を採掘するところでした。そしてそれを全国へ運んでいたのですが、ただ石炭がもう取っても取ってもこれじゃ元が取れないよということで、石炭の事業は完全に終わってしまいまして、そしてもう一つ生き残っているものとしてこのようなセメントの工場、それが残されております。この辺りで取れた石灰石をここで加工して、そして大きなトラックとかダンプカーとかそういったものに積み込んで運び出している様子が伺えます。昔はここも鉄道が入っていたんですけどね。田川ご当地からは日田彦山線に乗ります。あら、日田彦山線の漢字が字幕が違ってますね。間違えちゃったんだ。私はなるべくご飯をこの時節約して食べていましたんで、このようにしっかりと保存して、そして、お昼確か午後遅くなったぐらいの頃に開けて食べたんじゃなかったかなと思います。さて、この区間現在では、2017年、この撮影から4ヶ月後ほどにですね、ものすごい大雨が降りまして、列車が走らなかったところです。今の部分の景色はもう現在では見ることができません。列車は日田駅に到着しました。到着すると、なんと反対側のドアが開いてましたね。びっくりしました。行き先の付け替えの作業をしてたようです。今はもう見られないんじゃないですか。
日田はですね、江戸幕府の時代に天領の地ということで知られておりまして、で、なんか水がたくさん取れたりとかですね、梨が取れたりとか、そういうのが有名だったかと思います。これが日田川かな。結構ね、綺麗なところなんです。ただまあ何が特定、なんか特別あるかっていうと、私はあんまりよくはわからないんですが、ここはですね、ずっと今、福岡県の南部に進んできたわけですが、そこからさらに山を越えて、今、大分県に入っています。大分県の、日田市。ここは多分大分で3番目ぐらいに人口が、4番目かな。順番どのぐらいかわかんないですけど、大分の主要の町といえば、大分、別府、それから中津と、あと日田と、多分この4つが大きいんじゃないかなと思います。川のところにはこんな詐欺がおりまして、まあ詐欺ってのはいろんなところにいるんですけども、結構ここ綺麗で、清々しくてよかったですね。そして周りのところも川の増水に対応して、壁を高く上に積み上げて、その上、際のところに家が張り出しているという構造です。実際には家じゃなくて旅館とかそういうのが多かったかな。ここはもともと水運で確か栄えたところだったかと思います。それで江戸時代には直轄地としてここが栄えることになったわけでした。現在でも鉄道路線が2つ、九大本線と、それから福岡県小倉方面を結ぶ先ほど乗ってきた日田彦山線の2つが通ることになっているわけです。ここから先は特急列車博多行きの湯布院の森号に乗ります。また博多行きの列車に乗ります。何回博多へ向かうのかという感じですが、博多までは行きません。この列車はこのような乗車口のところのすぐ脇など橋がかかっていて、大変面白い構造です。こういう車内喋ってたんですね。今だったらもうあんまこういうことはできないけど、多分お客さんあんまいなかったんだろうな。湯布院の森号では車内にビュッフェというものがありまして、そこで、ケーキを買って食べることができます。まあ私ね、あんまり食べるの上手じゃないっていうのは皆さんも知ってると思うんですけど、これ車掌さんが確かくれたんだったか、何の時かわかりませんが、車内アテンダントの方かな、乗ると車内ではこのようなキャンディーをもらうことができるようになっています。日田から一駅、久留米の駅までは本当に短い距離でしたが、車掌さんが手を振ってくださいまして、どうもありがとうございましたと言いながら列車を降りることになりました。そしてそこからは鹿児島本線の特急列車有明号に乗車。これもまたお金かかったんですけどね、あんまり使いたくなかったんですが、しかし有明号は現在ではほとんど走っていない列車でして、非常に当時からもう珍しかったので、いつなくなるかわからないし乗ってみたいと思っていたのでした。長洲というところに着いた後は熊本に行き、熊本駅で降りて本日の旅は終わりです。お侍さんたちが上へ頑張って攻めようとしても、だんだん上に行くにつれて、傾斜がきつくなるので攻めることができないという熊本城の武者返しがライトアップされています。この上のところへガシガシガシワシャワシャワシャと登っていっても、上に行くときにはもう垂直ですからね。崖登り、ロッククライミングです。あれは登るのは無理だ。熊本城は本当に面白いお城ですが、当時はもうほとんど立ち入ることができませんでした。これ熊本駅あれですね。前の熊本駅の時だな。これ珍しいですね。だから多分ここで挨拶してる動画を撮ってんでしょうね。はい、じゃあ3日目です。3月の8日。おはようございます。今日は熊本の市街中心部、確か唐島町とかそこら辺にあった快活クラブ、今でもありますけどね、安いネットカフェに泊まりまして、そしてスタートです。熊本の駅と市街中心部は離れておりますので、路面電車はお金がかかるから使いたくはないけれど使わざるを得ません。国鉄時代に作られた古い熊本駅の駅舎、このように白い壁を使って4階建てに見えていますが、実際は3階建てです。要は4階部分はハリボテというわけです。別に悪意のある表現ではないですけど、ここから先2日前ぐらいにデビューした新しい特急列車に乗ります。この時はね、まだ採算性がある程度なんとかなるだろうと思って、特急とかそれなりに使ってたんですよね。確か山セミ、川セミという列車、3月の確か6日かなんかにデビューして、この日が、3月の8日ですから3日目ですよね。全然お客さん乗ってなくて、なんか帰ってきそうだな。昔の最長時代の撮影してた映像とか見ると、あんまり綺麗な撮影がないんですけど、この辺はいいかもしれないですね。あとは髪の毛をもしと切って身なりを良くしとけばよかったな。さすがにひどかった。そして、新八代の駅に着きまして、ここからは九州新幹線です。九州新幹線新水俣駅で途中下車をしました。新幹線もお金かかるんで乗りたくないんですけど、仕方ないです。結構通らないといけないと、ルートが決まっちゃってる場合もありますんでね。そして一駅歩きました。確か2、3キロあったと思うんですけども、水俣の駅に到着です。結構寒かったんですよ。スキー用の手袋してますけどね。ここは熊本県の水俣市。この水俣の町は、まあ、これで有名になること、地元の方がどう思われるのかわからないですけども、水俣病の町として知られています。もともとここでは天然の、栄養成分の豊富な水俣湾で、お魚たくさん取れるというところがあったんですけども、まあ、しかしその後、ここで大企業窒素が、水銀を流してからは、みんなこの中でですね、お魚を取って食べ続けるしかないという経済的な事情もありまして、水俣病が一気に広まることになったわけでした。この時の経緯なんかね、動画で説明してるんですけども、その窒素株式会社が水銀を流していた排水口、昔はこの周辺が海だったらしいですけど、埋め立てで随分形が変わったそうですが、その排水口などは現在でも残されています。そしてその窒素もまた水俣の駅前に残っています。多分日本一周の旅でもこの時似たようなことを確かやったんだったかなと思うんですけど、
水俣の駅前のすぐのところに窒素の会社があってね、ああ、やっぱり今でもあのなくてはならない会社は、企業城下町として栄えた水俣の歴史においては悪いものばっかりでもないんだなということはなんとなく感じ取りました。一息、肥薩オレンジ鉄道に乗りまして、引き続き九州新幹線に乗り、鹿児島県の南部へ向かいます。南部というか、まあ鹿児島市の中心部というべきかな、仙台で降ります。この列車は鹿児島中央まで行きますけれど、しかし、まあ、お金がかかりますんで、中央ではなくちょっと手前の仙台のところで降りて、今1時20分、ここから先は鹿児島本線の在来線にて中央駅を目指します。向こう側には2004年かな、その時にもう廃止になった列車の時刻表がまだ残っていました。列車は上村学園前というところに到着。ここは昔ね、友達のおばあちゃん家があって、中学生の時に泊めてもらったことがあったんですよ。だからある程度土地勘がありまして、ここあったらばきっといろいろ面白いものを見つけられるし紹介できるだろうと思ってやってきたのでした。昔ここでね、ウニを捕まえて、あの叩き割って、多分漁業権のある方と言ったのかな、どういうあれだったか忘れましたけど、あの叩き割って食べた思い出がありましたね。今回はお腹減ってたんで、それウニまたここで捕まえて、ここで何匹か食べてから、あの次のところ行こうかなとか思ったんですけど、さすがに漁業権の関係がわからないんで、私が勝手にここでウニ食っていいのかどうかわからないから、海をただ見るだけにしました。ここは位置的には東シナ海と言っていいんだろうかな、多分太平洋よりは東シナ海というべきだと思います。もう日本のかなり南の海。3月の上旬ですからね、やっぱり夜は寒くなったんですけど、この時間帯は結構ですね、あったかくて、あ、やっぱ南国に来たなという感じはしたもんでした。たくさん貝殻が落ちてまして、ビーチコーミングなんて確かいう言い方もあったと思います。おしゃれな感じだね。いろんな貝を拾ってみて、どんなのがあるか。これはカニですね。だから南方に来るとね、やっぱ貝殻とかもあの派手になりがちな気はするんですけど、東京の伊豆諸島とかと比べれば随分綺麗でしたかね。あとはカワセミみたいなのもいましたよ。あれがカワセミだったのかわかんないけど、今日は山セミ、カワセミ号という新しい列車にも乗りましたんで、まあ、それをここで見られるとなかなか楽しいものでした。だからこれは、ああ、拾った貝の披露をしてるのかな。結構いろいろ拾いましたね。これ拾ったんですけど、ただ全部結局海に捨ててしまったんですよね。これはあれだな、多分同じようなこんな貝がたくさんありましたってんで全部紹介したんだったかと思います。あとは貝、牡蠣ですかね、これね。中身が入ってればよかったんだけどな。上村学園の生徒と一緒に電車に乗り込みまして、そこからさらに40分で鹿児島中央に到着します。立派な駅ですよね。昔は西駅と呼んでいました。西鹿児島という名前でした。現在では中央駅となりました。大久保利通さんの銅像があります。薩摩藩は現在の明治政府、まあ今は明治時代じゃないですけど、今の政治体制の基礎を作ったようなところであって、また薩摩藩の出身の人たちが、まあ、どっちかというと長州の方が今は多いですけど、たくさん現在でも政治の中心を握っておられます。こちら西郷さんの像です。西郷隆盛像、手前のところになんかすごいのがあるなと見たら、西郷隆盛、これはひ孫じゃなくて、なんだ、記者語って読むのかな、プロデュース K10 カフェって書いてありまして、あ、すごい、ここから西郷さんの像ただ見られますよ。本当ですね、これはすごい。あの西郷さんのですね、ご子息の、子孫の方というべきかな、若松さんという方がここを監修されていまして、そして昔の西郷さんのこの写真、これ写真じゃなくて肖像画か、肖像画とかそういうのもですね見せていただいて、そしてまた昔ながらのその話をいろいろと聞かせていただいたのでした。例えば上野の西郷さんの像は一体どういった理由であそこに置かれることになったのかとかね、勉強させていただきまして、大変参考になりました。ありがとうございました。この後も2回ぐらいあのご挨拶をさせていただいております。その後夜にすっかり夜までですね、あの話し込んだんですけども、じゃあ夜遅い時間だけれども城山公園に登ってみようということを考えました。城山公園に登った時の映像は確か出さなかったんですかね。私真っ暗の中で城山公園まで登っていったんですけども、ちょっと映像がないようですね。多分暗すぎて何も分かんなかったんだろうな。とりあえず今回はここまでにさせていただきます。どうもありがとうございました。